今日はですね、先日取り上げた、関家一郎さんの件で火がつき始めたですね、政治資金団体に自分のポケットからお金を入れることで寄付金控除が受けられるというやつの話、ちょっと続編みたいな話をね、していこうかなと思います。本題に先立ちまして、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。ちょっと7万人目指してますので、どうぞよろしくお願いします。あと、明日メルマガちょっと配信予定なんですけども、まあ、今週はアナキズムに関する思想が学べるやつの、まあ、一応3回目、一応最終回しようかなと思ってますが、はい。災害ユートピアという本を紹介する予定です。内容を読んでいただくことでですね、まあ、能登地震の時とかに、話題になりました。ボランティアに行くなという 衝撃的な発言が、まあ、国会議員などから出ていた、まあ、あの例の件を振り返ることができるような話というのを、まあ、ちょっとご紹介しようかなと思ってますので、よろしくお願いします。で、早速ちょっと本題に入っていきたいなと思うんですけど、先日のちょっと振り返りだけしとくとですね、自民党のその関係一郎さんっていう人は、安倍派から裏金をもらって、で、その裏金を、普通は政治資金収支報告書に書きたかったんだけど、派閥に書くなと言われて、で、まあこれが裏金化してるってことですね。で、裏金化してましたと。ただ関係一郎さんは法令遵守意識が高いらしいので、その裏金にしとくのは嫌だったと。で、そこでどうしようと思いついたかというと、まあ自分の所得にした上で、寄付を自分の政治団体にするという構図を取ったんです。はい。本来は派閥からの上納金なんですけど。で、それによって、まあ、表金にしようという、いわゆるマネーロンダリングを試みたんですね。で、これ、二重に問題があるっていう話で、この構造を採用する場合、まず派閥から個人にお金を渡してるっていうことになっちゃうんですけど、派閥からお金に個人にお金を渡すっていうのは、これ違法なんですね。明確に。だから、逮捕された池田義孝も、政策活動費だと思ったとかね、そういう言い訳をしてたりしてたんですけど、派閥から個人に直でお金を渡すっていうのはこれアウトなんですよ。ただこれ直で渡した構図にして政治資金団体に入れてるんですね。で、しかも、関係さんの場合は、寄付金控除申請書っていうのを書いてね、まあ1200万ぐらいのお金を、申請することで、自分の所得を圧縮し、で、税の還付金を受けてたと。それが数百万に上ると言われてるんですけど、だから還付金詐欺みたいな感じなんですね。実際は派閥からのお金だって本人も分かってるわけですから、ね。ひどいもんですよ。どう考えてももう詐欺既遂じゃないですか。未遂でもないじゃないですか。はい。はい、コミタンがね、昨日元気に、早く検察は立件しろって言ってましたけど、で、まあ、外形的に見たらどう考えてもアウトですよ。関係中さん。で、その後、まあ、僕も他の人出てくるんじゃないかみたいな話して、昨日稲田さんが出てきたんですね。で、今日、平井卓也と福岡さんっていう参議院議員の人が、この税額控除を受けてたっていう疑いがあるっていう報道をしてて、で、これね、ちょっと全部ごちゃごちゃにならないように、まあ、しとかないといけないんですけど、これ全員がちょっとね、なんか法律違反っぽく見えるんですけど、僕もね、一瞬誤認しかけたんですが、全部が全部別に法律違反じゃないんですよ。その関係一郎さんはね、確かに法律違反なんですよ。ただ、その稲田さんとか今日出てた平井さんとか福岡さんっていうのは、その法律違反に、すぐなり得るわけじゃないんです。うん。で、あと、まあ、これ僕の推測ですけど、野党の議員とかでも、その自分の個人から、なんか事務所運営費みたいな感じで自分で寄付して政治団体に。で、寄付金控除みたいなのを受けてるケースは出てくる可能性あると思います。自民党だけじゃないと思います。これ今自民党だけで盛り上がってて、自民党ふざけるなってなって野党も出てくるみたいなパターンは多分あると思うんですね。で、まあまあ、それはともかくとして、これでも立花孝志が、これを富裕層向けの税金対策みたいな感じで進めたいみたいなことをね、ちょっと前から言い始めてたんですけど、これ実際なかなかひどいっていう話を、まあ、少し見ておきたいなと思います。稲田さんのケースで言うと、稲田さんもね、これね、直ちに違法かというと、そうではないというか、稲田さんの場合は、その裏金を、もうそっくりそのまま、自分の政治団体に入れましたっていう言い方は否定してるんですよ。弁護士なんで、一応、賢いんで、その辺は。直ちに違法にならない言い回しにしてるんです。
皆さんは202万円を自ら代表を務める投資部にまあ寄付して、所得税の一部控除を受けられる税優遇を受けたということを確かに認めてるんです。ただ、関係さんと違って、その裏金もらってもどうしようもねえじゃんと思ったと。で、全部政治団体に入れようと思ったって、自供はしてないんですね。はい。関係さんはだからね、アウトなんですよ。どう考えても。で、稲田さんは、その上で、まあこれ、派閥からの官流軍が寄付の原資になっているということはないというふうに言い切ってます。はい。さすが、弁護士ですね。僕は、その可能性全然あると思いますけど。安倍派から受けたキックバックはね、196万円らしいんですよ。でも202万円って近いんで、まあ、やってんのかなと思いますけど。まあでもね、6万円、ちょっと違うので数字は。これぴったり一致してたらね、蓋然性高いですけど、一応違うらしいんで。うん、まあまあやってるなと思いますけど、まあ稲田さんは、そういうご主張をされてますと。で、稲田さんでもこれすごいのが、あ、こういうことできるんだと。もう、N 国っぽいんですよね。もうやってることが。何やってるかというと、皆さんはまあ、寄付金控除を受けますっていうのもやってるんですけど、一方で、それ自分でお金突っ込んだ後に、政治団体から、事務所使用料名目っていうので、なんかこう、お金もらうっていうのやってたらしいんですよ。で、稲田朋美さんって、事務所使用料として毎月16万5千円で、3年間で通ったらなんか594万円らしいんですけど、それをこう、自分の方に返してるらしいんですね。稲田朋美個人に。これで回転させて、資金洗浄してるって、まあ言われてるんですよ。はい。いや、さすが、なんか弁護士というか、卒のない動きですよね。で、まあ、稲田朋美さん、これ、そういう感じ、ぐるんぐるんお金回して、何も問題ないって言い張るのかと思いきや、必ずしもそうでもなくって、まずいとは思ってるらしいんですよ。うん、で、ちょっとその、福井新聞で結構それ詳しく書いてあるネット記事があったんで、ちょっとだけご紹介すると、同支部は20から22年、事務所を所有する稲田氏に毎月16万5千円、各国計594万円を使用料として支出しており、稲田氏はその半分を翌年に支部に寄付する契約だったというと、まあ、よくわかんないですけどね。で、23年以降は無償提供する形とし、これまでの使用料を支部に返還、寄付金も稲田氏側に返金された、返金を受け税理士と修正申告に向け相談しているということで、23年以降は事務所使用料として稲田朋美個人にお金回すっていうのがまずいと思ったのが、そのマネーロンダリング中断したみたいですね。まあ、僕が思うより大きな理由としては、23年度はね、安倍派のパーティーなくなってるんで、マネーロンダリングする理由がなくなったんですよ。だから僕辞めたのかなっていう気がしますね、これ見てると。ただまあ、これまでの話を総合するに、この事務所使用料として稲田朋美個人に支出するというのは、自分自身で金をがめたいっていうのが、まあ、ゼロではなかったのかもしれないですけど、まあ、稲田さん別にそんなに金に多分困ってないと思うんで、どっちかというと多分マネーロンダリングしたかったんでしょうね。新選挙したかったんでしょうね。安倍派の裏金をどうにかこうにか表金に持ってくる方法はないかと考えたときに、その丸川珠代みたいに個人で口座で管理してましたとか、そのアホなことは言えないわけですよ。弁護士的にはそれはもうまずいって分かってるわけですよ。で、いい方法だと思いついたのが、その政治団体に、まあ、その、キックバックの金額より、だからこれちょっと多めにですよね。自分の自民党の政治団体に入れて、で、住所使用料として戻してっていう、この会見をさせてるわけですよ。いや、さすが稲田朋美に賢いなと思いますね。さっき言った通り、安倍派からのキックバックは196万でしょ。で、自分で202万その期間に入れてるんで、その数字がね、ちょうど一致なんてアホなことはしないわけですよ。賢いですね。うん。でも自分にはちゃんと返してきてるんですよ。で、それを契約みたいな感じで、ぐるんぐるん回して、まあ、資金の流れをよくわからなくするっていうことをやってるわけですね。いや、これよく考えられるスキームですわ。稲田朋美さん。はい。で、ちょっと今日の平井拓也のやつの報道を見ておくと、平井拓也はね、僕ちょっとなんか安倍派かなと思ってたんですけど、平井さんって岸田派の人みたいで。はい。で、この人は、単純に、なんか見てると、
2020年に1000万、21年に500万を自分の代表を務める投資部に寄付して寄付金控除を受けましたっていうだけの話らしいんですよ。でこれ自体は、合法なんです。別にそれ自体が裏金とかじゃないから。自分のポケットマネーを事務所運営費として出すとかっていうのは多分同じですね。やってる人は多分他にもいっぱいいるんですよ。で、それをなんかこう、ある種、うまく使おうとして失敗したのが関係一郎議員で、どっちかというとうまくいったっぽいのが稲田朋美みたいな感じなんじゃないですか。で、茂木派は、岸田派とか茂木派は別に安倍派みたいにキックバックをね、裏金にしてたわけではないので、多分このお金に裏金は原資はないはずなんです。もちろんなんか別の形で入ってきて裏金とかがあるかもしれないんで、それをなんか絶対裏金じゃないとは僕言いませんけど、現段階でこれが裏金だと。裏金をマネーロンダリングするために、その政治団体に入れ、しかも寄付金控除を受けてたっていうところまではいかない感じですね。還付金詐欺みたいなパターンではないと。で、それは今回これ、毎日新聞も出てる福岡、さん、福岡高丸さんという方も同じで、200万を22年に自分の政党支部に入れてると。ということで、まあこれも法律には触れるやつじゃないですね。だから寄付の税優遇っていうの自体に目が当たってるんで、まあ毎日新聞追加で、まあ PV 稼ぎで記事を入れてきてるっていう感じかなと思うんですが、まあ、法令に触れるなんていうところには、言ってるのは今のところだから関係一郎さんだけですね。もうちょっとだから安倍派のその裏金化してる面々をひっくり返した方がいいでしょうね。これは杉田水脈とかね。ああいう安倍派にいたような人とかの方が、やっぱ見るの面白いですよ。杉田水脈とかはね、その飲食代のレシートを使って、そのキックバック1000何万円とかのやつ、帳尻合わせようっていう作戦に出てるみたいなんですけど、まあちょっとこの辺もね、偽造申告とかっていうのがわかるんだったら、ぜひ、何か報道は出てほしいんですよ。はい。まあでも、こうやっていろいろ見てきましたけど、まあ自民党というのは本当に我々の想像する、やっぱ何倍もすごい集団だってことですよね。で、今ね、まあ、政治資金規正法の改正案みたいな議論で、今日はまあ、公明党が結局自民党と歩調を合わせるみたいな報道が出てました。まあ、僕もだから公明党に注目した方がいいですよっていうのは言ったと思うんですけど、まあ別にね、与党を離脱するとかっていう話にはまあ、もちろんなりませんでしたと。まあこれはまあ規定路線、規定路線なんですが、で自民党のでも改革案とか見ててやっぱ思うのは、こう、裏金化できるようなスキームとかね、企業からの賄賂とかっていう、やっぱ依存して、依存症ですよね、もはや。もうあれがないと困ると。あれがないと死ぬんだと。議論ばかりに、まあ、いかに骨抜きにするかっていうことしか考えてないわけですよね。で、まあまあ、官房機密費の選挙買収とかっていうのも、まあ、もちろんありましたし、自民党っていうのはだから、あれですよ。少なくとも、政治改革を行って以降、1990年代の終わりぐらいからですか？一回も、ちゃんと選挙したことないんですよ。で、僕ちょっとこれツイートしてね、結構リツイートされたのがあったんですが、自民党がなぜ強いのか、野党がなぜ弱いのか、これはもう同義的な問いだと思うんですけど、これやっぱりね、今までいろんな仮説が立てられてきたわけですよ。その利益誘導政治がうんぬんとか、自民党はなんかこう、まあ、スタッフが優秀だとかね。いろんな仮説があると、あったと思うんです。で、僕自身だからすごいやっぱ反省してて、これちょっと前もね、言いましたけど、自民党がなんで強いのかとか、野党がなんでだらしないのか、野党がなぜ勝てないのかについて、まあ、こう、我々一人一人が思い思いにいろんなこと言ってきたと思うんです。ただそれは、まあ、少なからず、法令自体は守って選挙やってるだろうという想定だったと。わけです。自民党がまともに競争してるという前提の上に、あらゆる自民党強い論、野党弱い論というのは議論されてきたと言ってもよくですね。で、これ学術的に言えば、もうこれまでの、その政治学、国内政治学において自民党を論じてきた論文とか、その野党がなぜダメなのかとかという論文とかの類っていうのはもう全部一気に仕切り直ししないといけないですね。単に、金配って選挙に勝ってましたっていう、例えば話じゃないですか。もうこれ結局のところ見たら。金配らないと、金配ってない選挙をまだしたことないんですよ。これ言うたら次の選挙は初めてかもしれないですよ。
金配らない選挙するの。はい。金配らないで選挙できないんですよ。で、自民党ってなんか何か優れてたわけじゃなくて、単にお金配りおじさんですよね。あ、もう集団としては。で、お金を配らないと選挙に勝てないわけで、はい。これはね、あのね、次の、だから最近ちょっと選挙にめちゃ負けてるのって、あれなんか、世論の反感を得てるっていうのもあるかもしれないですけど、リアルなとこ、その裏金配れなくなってから弱くなってる説あると思いますよ。本当に。だって自民党自身がその裏金配って勝ってきたっていう自負がむしろあるんじゃないですか。そうじゃなかったら別に配らなくていいじゃないですか。勝てるんだったら。うん。これは結構ね、あの、重要な観点というか、あの、不正選挙っていう、なんていうんですか、こう、言い回しってあるじゃないですか。投票機が操作されてるとかっていう、アホな議論がありますけど、そうじゃないんですよね。投票機じゃなくて、買収してるだけですよ。その官房機密費だってね、その100万、200万、300万って、苦しい選挙区にバーってばらまかれたりしてたわけじゃないですか。うん。で、その中でだから選挙に勝ってきた野党の議員さんっていうのは、本当に偉大だし、どれだけのハンデキャップを負って選挙を追ってきたんだっていう、やってきたんだっていうことでもあります。で、民主主義を歪めてきた自民党っていうのは、もう一度解体した方がいいです、本当に。これ今ね、自民党まだまあ支持率ありますけど、これやっぱなんかバンドワゴン効果っていうんですか、その自民党勝つから好きになるとか、勝つから強いから好きとかね。そういうのあるわけじゃないですか。こうやって自民党今後選挙負けまくったら、そういうバンドワゴン効果みたいなのなくなっていきますよ。その時に本当の自民党力ってわかるんですよね。バンドワゴン効果っていうのは、大勢の人が支持している人、もの事象は、そのことによって一層支持が大きくなることがあるということを言うもので、勝ち馬に乗るというふうによく言われるものですね。これ実際にこれで票伸びたりするんですよ。バンドワゴン効果が単に、裏金でできてた、官房機密費なのか、キックバックなのか、まあいろいろな形がありますけど、だけだったとしたら、まあ本当に情けないというか、日本のこの失われた30年は自民党によって作らされてきた。作り出されてきた。これはもう擁護のしようがないですよ。民主党が誰しないけども、ね、外交安保政策がどうだとか、全然関係ないですよ。政策なんか見て、ね、決めてないでしょ有権者、言うたら。それは決めてないですよ。だって小池百合子がその300万票ぐらい取れるんですからね。例えば。その外交防衛とかね。まあまあ、なんか、いろんな言い回しありますけど、だから自民党の議員全員が全員そうだとは言いません。もちろん、その、何もしなくても勝てる人っているんですよ。それは一定数がね。例えば、石破さんとか、小泉進次郎とかは何もなくても勝つ人だとは思います。河野太郎とかね。ただまあ、その、自民党が過半数の議席を常に確保してきた、因子のかなりの部分が、そういった反社会的行為によってなされてきたとするのであれば、それは全て今までの我々の仮説というのは取り下げて反省し、まあ反省するっていうものでもないかもしれませんけど、仮説を一から組み直すということが必要になるんじゃないかなという話を、まあ、最後にしてですね、今日の話は終わりにしたいなと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。